噂の二人は1961年のアメリカ合衆国のドラマ映画。監督はウィリアム・ワイラー。主演はオードリー・ヘップバーン、シャーリー・マクレーン、ジェームズ・ガーナー。原作は1934年のリリアン・ヘルマンの戯曲、子供の時間。カッコ内は日本語吹き替え17歳の時から、親友同士のカレンとマーサは今では共同で女学校を経営していた。 カレンには、ジョーという恋人がおり、二人はついに婚約した。しかし経営が軌道に乗り始めた時期でもあり、マーサは嫉妬し、カレンと口論になる。さらに、わがままな生徒メアリーによって二人が同性愛関係にあるとの噂を流されたことから、平穏だった暮らしは、次第に崩壊していく。ABCDEFGHIJK バリーパリス。オードリー・ヘプバーン長官。 集英社 a b c d e j e リ y バーミリー。スクリーンの妖精オードリー・ヘップバーン。進行ミュージック、ロビン・カーニー。ライフ・オブ・オードリー・ヘップバーン P188。キネマ順ー社、アレグザンダー・ウォーカー。オードリー・リアル・ストーリー。アルファベータ。ありがとうございます。